キングがどっかその辺にあって、うん、ほんでウラリーでお買い物したらここパーキング確かタダになるんじゃないかな。でも何テンション上がったの向こうじゃなかった、うん、どちらかというとなんか多分最初にも見たすり込みが最初の最初聞いたなんか声のトーンがうーん刺身うーんとか言ってあっちはもうなんかヒーみたいな、うん、でちょうどなんか混み具合あの混んでる時間帯じゃないじゃんね、ちょうど良かったよね、鍋にね入れてもいいし、うんうん、でも携帯目が見慣れてるから、あ、そっか、あ、そっか。なんかさ、あのケーキはちょっとフランスっぽいじゃない？うん、なんかこれといいこれといいなんか。私たちのイギリスのおばあちゃん感が何なんだろうか。そう、でも確かにちょっとタイムスリップ感はある。うん。いや、この場所はないよ、本当。素晴らしい。最高の場所見つけちゃったね。うん、じゃあ、皆さんに見ながらいいか。いいじゃん、いいじゃん、うん、日本語はできるの？そこそこ日本語ペッペペラまあ、ええかね、ええかね、日本語私より上手でも私、純子さんの Facebook のところでびっくりしたことがあって、
昔の友達にね、うんうん、なんか発音がすごいいいねとか言われたって書いてあったでしょ、うんうん、え、そんなレベルだったのみたいな。なんかもう日本語が喋れる純子さんとしてしか出会ってないからだからなんかもうそれが結構びっくりだった私は。いや本当にあれだよ、私はとかそんな感じよ、昔は自分ではそんなわかんないの、あの普通の日本語で話してるようなイメージなんだけど、うん、でさらにだから日本人学校で知ってた友達と去年会ったんだけど、うんうん、私ね昔から性格悪かったみたいでなんか何それちょっとなんか今だってどこなのになんかさ、あ昔からやってたんだなと思う。遠慮もなくさ日本人学校入って でもね当時の私日本語どうだったとか言ってさ喋れてたとか全然喋れてなかったとか言って、本当に日本語できてなかったみたいで、名前聞かれてもちんぷんかっぷんとかだったから、本当にそんなレベルでお店1個だけ見てもう迷うのが怖くて、ほんでもうとっとと帰った何も楽しめなかったイメージがあったから、うんうん、そうなんかどこ行っても平気みたいな、なんか、うん、そんな気分でいたけど、お知り合い？もしかしたら、そう、え？今冗談で言ったんだけど、何？何？名前が思い出せない。そんなことってある？あれ、うん、ちょっと待ってね。あ、でも知り合いなんだきっと。え？嘘？でもね、ガラスが反射して見えてないと思う。もしかしたら知ってる？あ、友達じゃない子なんだ。え？嘘でしょ？ねえおかしくない？ちょっとどういうこと？何でさ？なんか偶然見つけたカフェにめっちゃ偶然すごい素敵なカフェだ。偶然知ってる。やだ。はじめまして。すごいね。こんなことってある？どこの人だったの？この人。あの、はいはいはい。で、私が入った次の時に洋服で入ってきた人だったけど、で、その友達、そのさっきのそこの女の方がその彼女の友達らしくて、その彼女を訪ねに来てて、で、その彼女っていうのここのオーナーさんは本名に昔なんですよ。で、それで、自分それでそれでオーナーズだからで、カナダオーナーさんに自分やだ何まだ続きがあったやばいね。だってさ、二軒ってね、行こうと思えば、失敗したね。誘導されたかなよ。もう私たちのチョイスじゃないよね、これね。導きだわ。設理だよ。なんでここでみたいな。そんなことってある？今日っていう日でいやー何してるの私は友達とハロウィンに来て邪魔しちゃって初めに行って行こうと思ってたカフェが行ってみた目で2分で見てて3分の検索したら、うん、すごいあの三崎口の旅行のところであのすぐ近くにあるっていうのが分かったんで来たんですメルちゃんの顔がなんかあれみたいな急に変わったから
本当に冗談でさ、知り合いとか言ったら、うん、そうかもとか、嘘でしょ。いや、私も出かけた先で知り合いなのしかも、こんなとこ言えなかったの、喫茶でここだって自力で来ようと思ったのね。そうそうそう、駅からもまんまあると思うし、今のどこにいたの？歩いてきたらしいよ。歩いてきたの？うん、なんか向かい道のところでご飯食べて、あそこで飲んでるのか。うん、それでこっち。あ、ご飯、まあ、あ、そっかそっか。みんなでは歩いて、うん、歩いてれるだろうね。ありえん。ローカルだったらどういうこと？私ん家じゃない。友達ん家で。なんかこの感じといい、この感じといいとか言って。なんだよね。なんか変だね。怖いね。どういうこと？なんかこのなんていうかさ、お気に入り感が初めて来た感が全くないこれ。このもうここうちだよねみたいな。Walker.